この世界の出来事は自分がどんな意識を持つかで起こる現象が変わるというものがあります。僕らの意識というのは素粒子の波でできていると言われているんですが、素粒子とは宇宙すべての物質を構成している最小単位の物質です。例えば人間の体を構成する細胞は分子でできていて、分子は原子でできています。その原子の中には陽子や中性子があり、そしてそれさえも分解していくと素粒子という顕微鏡ですら見えない非常に小さな物質になるわけです。そして人間だけでなく他の動物や非生物の鉱物や空間や水でさえも限界まで細かくしていくと素粒子になります。つまりこの世の全ては素粒子でできていて、それは人の意識でさえも素粒子でできていると言います。そして粒子というと粒をイメージしがちですが、その正体は波の性質も合わせ持つ波動エネルギーです。例えば波動の高い幸せな感情を出している人はポジティブで明るい波動に、反対に暗く嫌なことを考えている人はネガティブで暗い波動を出してしまいます。このその人から発する光のような波動をスピリチュアルではオーラが見えると言ったりもします。そしてその波動のエネルギーを生み出す場所をチャクラと言ったりもします。世界のこういったいろいろな文化で見られる波動の概念ですが、波動というのは周波数であり、周囲に影響を及ぼすことができます。これは現実世界と共振現象を起こすことになります。共振現象は例えば 528Hz の音叉を叩いて鳴らすと、近くにある同じ 528Hz の音叉が勝手に鳴り出します。これが共振現象です。こうやって同じように自分がある周波数を出すと、それと似た周波数を持ついろいろな現象が共振し自分の元に集まってきます。これが引き寄せの法則の正体です。皆さんも経験あると思うんですけど、嫌なことってイライラすればするほど重なって起きたりしますよね。あれがまさにそれです。つまり現実世界に幸せなことを引き寄せたいなら、まず自分が周囲に感謝しポジティブな周波数を出すことで幸せが向こうから引き寄せられてくるということです。健康的になりたい人は自分の体の細胞に大切にする感情の周波数を出せば健康的に生命力が増すとも言われています。病は気からというものやプラシーボ効果もこれに関わっているかもしれません。